이제 카운트 하시면서 고요매 0 3 2 1 고! 全くわからない。ストレートで見つけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうする？恭一さんのやり方って、なんだっけ？なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー！ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。恭一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。その時そうか、変わりましたよ。なんていうか、以前はもっと単純で具体的でした。それだけ藤原が成長してきている。俺はな、リーダーバトルにはエースの藤原にあえて課題を投げかけるようにしよう。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですね。うつうつは感じてましたけど、だけど今回は勝負が相手がありました。全てを予定通りにコントロールできる中すぎるハーモン藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、目が低ければ低いほどブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端なので、どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。コントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うわぁ、スラッタラスラッタラ。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわぁ、迫力あるぜ。2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイト。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃う。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利を。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことが今まで一度もなかった。やる、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちは普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっす。この雨が癖もんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかり。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってそんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。恭一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何
なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したってさ、40-50メートルの差らしいぜ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。分かる、2000のボディ全体から伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げー、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分よかこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙りの煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙りで視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をもろともしない藤原のプッシュは、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なので、目から入ってくる情報が不足していたので、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うと、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーの R で限界スピードを瞬時に見極め、目印の前で俺にクリーンを話していた。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ、通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、どうしてさ。くる、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。
こっちだって仲間うちの対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえ。行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺消えた。ジンがいなくなった。バカな、ありえねえ。タコタマ川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。ジンが消えたの。ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承灯を消し闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースで入る。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっき違って相手が見えないのはあっちも同じだ。